藤次郎です2022年夏シメモリアルまあ夏を歌った曲の中であこの詩がいいなとかこの曲がいいなというものをランダムに割と古めのやつを集めてお話ししてまいりましたがまあ一つのね2022年の夏休みを生きる人というようなストーリーに大体なるような感じで組み合わせてきましたがいよいよ最終コーナーに入ります8月24日で終わりますんで あと四曲になります、えー、その最終コーナー夏の終わりをイメージした一曲目はこちらです、えー、杉正道氏の恋の駆け引き2022年夏メモリアル32番目になります、えー、恋の駆け引きという曲は、えー、杉さんが CBS ソニーに移って一枚目のアルバムになりますソングライター1980年7月 えこれから、この次の段階で、あの、大竹栄一さんから声をかけられて、え、ナイアガラ、ナイアガラトライアングルボリューム2というのに参加し、というあたりで、こう、杉さんの知名度が上がっていくわけですけども、それまでも、まあ、いろんなコマーシャルの音楽等も作ってて、 まあ、その、一回注目されればぐっと上に伸びてくる要素は当然あったわけですけれども、まあ、この1980年、80年に入ってーベーソニーに移籍したってことが彼の運命の一つの大きな転換点ですが、その一枚目のアルバムになります。ソングライター。死と曲が杉正道氏で、編曲が松戸屋正隆さん、あの、ユーミンさんのお連れ合いですね。松戸屋正隆さん、名アレンジャーで有名な。 えー、彼が担当しててくれてます、えー、この曲ですがこの「恋の駆け引き」という曲はもう夏の海辺で出会った大学生くらいの男女があどうやら二人恋に落ちたようなんですがもうそろそろ夏のこのバケーションも終わるさあこの終わりで二人の恋がどうなるかというお互いの腹の探り合いみたいな曲です。波打ち際で その2人がいろいろ考えながらっていうところを男の側の側気持ちが歌われています杉さんには珍しくアコースティックギターのストローク奏法がメインのバックとして響いていますただ曲はですね非常に覚えやすく歌いやすく、あのーまあ、馴染むというか非常に耳馴染みのいい曲で、えー、昔僕は彼のコンサートで聴いたことがあるんですが えー、杉さんが昔、えー、車を運転してて、なんか、交通の取り締まりかなんかにあったと。で、その時に、違ったらごめんなさいね、80年代の前半だったと思うんですが、えー、その時に、まあ,あ、杉正道ですって言ったら、あの、ベテランの、二人組で来たおまわりさんが、ベテランの方は誰君っていう話になって、いや、僕ミュージシャンです。知らねえな。ただ、若い人の方が、ああ、知ってる知ってるって言ったと。 で知ってる知ってるあのどういう曲を書く人なのって言われた時にうんその若い警察官がうん夏っぽい曲かなって言われて初めてあ僕夏っぽい曲を書いてる人なんだと杉さんが思ったっていうようなエピソードトークがあったと思うんですがその通り 実際これ明らかに夏の浜辺の恋愛感情になってるからそれは夏っぽいでしょうと私は思うんですがねその象徴的な曲です一番初期段階に出てきてる夏っぽい曲じゃないかなと思うんですがいいのはですね当時私は子供というか小学生だったはずなんでびっくりしたのはクリフ・リチャードや懐かしい夏休みさえ君の前じゃ色あせるのさというフレーズが出てきてクリフ・リチャードって誰だ 前々から申し上げているように、このシティーポップって今、あの、見直しが盛んで、これ大変、えー、まあ、めでたいというか、いい傾向だと思うんですが、ただそのシティーポップが跳ねなかった理由っていうので、私は勝手に私はこう思いますって言ってるのは、死、えー、がね、どう考えても日本の生活じゃないだろうと。やっぱりこう、 その当時の70年代後半から80年代の日本の社会に根付くような詩ではないんだけどだからなかなかこう聴いててもピンとこなかった人が多いんじゃないかということを言ったんですけどもまあこれもクリフ・リチャードなんてその当時まあ大学生で、ね、杉さんみたいに慶応の慶応大学の音楽サークルからまあ竹内まりやさんが後輩でっていうの有名な話ですけども。 その音楽サークルとかの大好きな人たちから見りゃわかるでしょうけどこれは誰なんだと子供の頃思った記憶があります。同じことが大江千里さんの随分後になって出てくる大江千里さんの、えー、歌詞カードも読めないくらい印をつけた「ヘレン・レディーもっていう「ボーイズガール」っていう ボイスガールズっていう曲が、大江千里さんの初期の曲であるんですけど、それと同じような感じを私は持ちました。そういう,う日本の歌手じゃない、日本のおミュージシャンじゃないところの歌詞が出てきて、えー、その人物が出てきて、それでその季節感をイメージさせる。これを堂々とやってたというのはやっぱり早いといえば早いし、なかなかなじまんかったといえばなじまんかったのかな。ただ そのクリフ・リチャードっていう人が僕もその後一生懸命ギター弾くようになってから調べましたが、あ、活かしてんなと思う点はいっぱいあって。えー、そういう、うまあ、アメリカ、イギリスといったミュージシャンたちへのオマージュも貫かれた大学生の恋愛というところ、それが今、さあこの先どうなるかというところで揺れてる。これが杉正道さんの恋の駆け引きの魅力。 ぜひ聴いてみてください、えー。リラックスして聴けるいい曲ですよ。その後で「幅掘っていでも「幅掘ってい h て」というアルバムもこの前に紹介しましたがこの中でもセルフカバーで新しいバージョンが収録されている曲です。えー、今日は杉正道さんの,声の恋の駆け引き、えー、ご紹介いたしました。それでは失礼します。